顕微鏡座 AU 性 B とは、顕微鏡座の方向に約31.9光年離れた位置に存在している、構成顕微鏡座 AU 性の周囲を公転している、太陽系外惑星である。顕微鏡座 AU 性の周囲を公転する惑星の創造図主星である顕微鏡座 AU 性は、スペクトル分類が M 型の赤色 Y 星とされているが、年齢は、 わずか約2200万年とされており、全種系列性という段階の構成である。全種系列性のエネルギーは核融合ではなく重力収縮がほとんどとなっている。全種系列性では、顕微鏡座英雄星は太陽から2番目に近い。顕微鏡座英雄星の周囲には微惑星の衝突によって形成された青春円盤が存在している。この青春円盤は、 約35から 210AU にわたって広がっている。また、顕微鏡座 AU 星はガカザベータ星運動星団という星団の構成であり、この星団の構成は同じ星間雲によって同じ時期に形成されたと考えられている。この星団にはガカザベータ星と呼ばれる顕微鏡座 AU 星と同じ星周辺盤を持つ構成が存在しており、その周囲には惑星 B、 C の二つの惑星が発見されている。顕微鏡座英雄星の周囲を公転する太陽系外惑星を発見するための観測は15年程度となっていた。発見までにこれほどの年月がかかった理由としては、顕微鏡座英雄星が持つ強い構成磁場の影響が挙げられる。そして2020年にトランジット系外惑星探索衛星やスピッツァー、 宇宙望遠鏡による観測によって、光天周期が約8.46日の海洋星型惑星顕微鏡座英雄星 b が発見された。顕微鏡座英雄星 b は海洋星より約8%程度大きく、質量は木星の0.18倍以下と見られている。また、蒸気で述べたガカザベータ星 B や C とは性質が全く異なる。顕微鏡座 a u 星 b は、 主星から離れた位置で惑星が形成され、他の天体との相互作用により現在の位置へ移動したと考えられている。ありがとうございます。